さあ、第6話です。最後にまで全うしたマツコ夫人、運命の女性マツコとの出会いです。阪神館在住中、谷崎文学にとって2つの大きな出会いがあります。1つは文楽との出会いです。谷崎潤一郎は大正15年から昭和2年にかけて、演目が変わるごとに毎回文楽を見に行っています。この文楽が谷崎文学にどんな影響を与えたんでしょうね。もう一つは根津マツコとの出会いです。根津マツコというのは、谷崎と生涯を全うした最後の3番目の奥さんですけれども、初めて知り合った時には根津清太郎という人の人妻だったんです。この人とどういう出会いをするんでしょうか。まず文楽との出会いの話をいたします。谷崎潤一郎は文楽を見に行って、人形と舞台と観客との関係を学びました。つまり舞台の上で人形が演技をしていますと、それを観客がこれを見ます。そして見ることによって何かが見る人の中にイメージが湧くわけですけれども、そもそも文楽人形というのは個性がありません。典型的な形、男か女か、若いか年寄りか、裕福かそうでないかみたいな典型的な形を持っているだけで、個性的とは言えませんね。でも個性的とか言えないから、余計にそれぞれの人がその文楽人形を通じて自分のイメージで登場人物の姿形を頭の中に想像するわけです。3人いれば3通りのイメージができ、100人いれば100人のイメージができるわけですね。このシステムをなんとか小説の世界に取り込めないかと考えました。つまり小説における登場人物と小説本文と、そして読者との関係ですね。小説があります。その中に、作者は人物の外見描写を書くんですけれども、読者はと言いますと、それを読むことによって自分なりにイメージを浮かべていきます。そうすると、その人たちが100人いたら100人、1000人いたら1000人のそれぞれの登場人物のイメージを作るわけです。そうやって個性的にそれぞれのイメージができるためには、むしろ小説の中の外形描写はなるべく没個性的で典型的である方がいいのではないかと考えたのです。ここで文楽体験以前の作品として知人の愛を取り上げます。そして文楽体験以後の作品として春金賞を取り上げて比較してみますね。知人の愛の描写は、実際、ナオミの顔立ちは活動写真のメリー・ピックフォードに似たところがあってという描写がありますと、これを見ますと、読者はメリー・ピックフォード、当時の人たちはみんなこの女優さんを知ってましたから、メリー・ピックフォードのイメージからナオミが外れないですね。ずっとメリー・ピックフォードのイメージで読んでしまいます。一方、春金賞はと言いますと、ここに37歳の時の写真というのを見るに、輪郭の整った折り実顔に一つ一つ可愛い指でつまみ上げたような小柄な、今にも消えてなくなりそうな柔らかな目鼻がついている。美しいけれども、これという個性のひらめきがなく、印象の希薄な感じがする。これを読みますと、読者の頭の中にはこんなイメージしか浮かばないですよね。そうすると、こんな没個性のイメージから、どん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 人々は自分のイメージで春金賞を作ることができるということですね。もう一つ、谷崎に影響を与えたのは根津マツコとの出会いです。根津マツコはこの系図のように、すでに根津清太郎という人の奥さんでした。一体全体どんな出会い方をしたのでしょうか。この昭和2年の頃、お正月号2月号に芥川龍之介と谷崎は文学上の論争をしておりました。これをプロット論争と言います。小説の筋論争、つまり小説には筋が必要なのかどうかという論争ですね。まず芥川龍之介は、創作合評というところで、筋らしい筋のない小説の方がいいんではないかというふうな提案をしました。これは志賀直哉を意識してました。志賀直哉には筋らしい筋のある小説は少ないんですね。で、それの中で自分だけにこう反芻すればいいのに、谷崎潤一郎君と僕とはみたいに、谷崎潤一郎の具体的な名前を出したものですから、それを読んだ谷崎はカチンときたんですね。そして、饒舌録の3月号で、
何を言ってんだと。小説に筋がなかったら何が面白いんだと。小説に一番重要なのは構造的美観であると反論したわけです。そしてその論争中の昭和2年3月1日、芥川龍之介は出版社改造社の招きで大阪にやってきました。そしてその晩は心斎橋の知福という宿に泊まることになってました。谷崎潤一郎は岡本に住んでおりました。先ほどの地図の3番ですね。でその3番にいた谷崎は芥川と論争中でもあり、もともとこの2人は仲がいいものですから、のこのこと心斎橋へ出て行って同じ宿に泊まりました。でその日の晩は2人で飲み食いしながら論争をして、明くる朝3月2日帰ろうとしましたら、宿屋のおかみさんが、わあ芥川先生もう帰りはりますのか、実は船場にそれは綺麗なご両伴がいてはりまして、この人が芥川先生のファンですね、さっき電話しはりましたから来はりますせ、もうちょっと待っておくりやすなと言いました。でところがですね、2人は谷崎の方はちょっと引かれたんですけど、芥川がもう今帰る車に乗ってくれって言って自動車に乗って帰る途中、芥川に谷崎がね、君その船場ですごい綺麗な人ってね、いっぺん会ってみようよって言ってぐちゃ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 言ったものですから、自動車 U ターンして帰ってきました。さあ驚いたのは、宿屋のおかみさんですね。慌ててマスコに電話して、マツコが飛んできましたけど、その時パッと入った印象はそんなに印象が高いものではなかった。ところが15分経つうちに谷崎があれと思うんですね。この人気配りがすごいな、お酒はなくなったなと思ったら次が出てくるし、そして、おかずがちょっとな、次はこんなもん食べたいなと思ったらその思ってる通りのものが出るし、なんと気配りが素晴らしいんだろう。そして話をしている僕たちの中に得意時割り込んできて、あーと東村先生言うたらこの間の小説よろしかったですねっていうふうに、なんか知的な方が雰囲気がどんどん出てくる。なんて素晴らしい女性なんだと思うわけです。それに対して芥川龍之介は、この間ね、女性に、こりごりなことに目に遭ってますので、秀重子という人にこりごりに目に遭ってますね、もう女はこりごりだと思ってますから興味を持たないんですね。つまり芥川龍之介は心が病んでいたんです、この時すでに。ですから、谷崎はなんと素晴らしい女性だと思ったのに対して、芥川はもう女なんかどうでもいいと思ってます。でもマスコのお目当ては芥川ですから、お礼にダンスでもって芥川を誘うんですね。でも芥川は踊れません。そうすると谷崎家は、じゃあ私が代わりにと言ってダンスの相手をするんです。谷崎は横浜でダンスの練習をしてましたから上手です。タンゴを踊りました。で私、彼のタンゴというのはなかなか悪評が高くて、後に、マツコさん書いてますけれども、それ、機関車が動き出したよと評されるように、ちょっとつ猛進型、もう周りのことはなんか何にも気にしない、ダーッと突っ走るようなダンスだったそうです。さあ、芥川龍之介はその3月から4ヶ月後、自殺します。7月24日。芥川龍之介は自殺した日、カッパ日と言いますけれども、この日はまあくしくも谷崎潤一郎の誕生日で、谷崎は訃報を聞いた時に、何もね、僕の誕生日に死ななくったっていいじゃないかみたいなことを言ったんだそうです。さあこうやってマスクと知り合いましたけれども、所詮好きな人は必ずアプローチするのが谷崎龍ですけれども、さすがにマスクさんにアプローチできなかった。幸せそうな頂点にいるような人ですから諦めまして、まあせめて家族同士で交流しようということで、今住んでいたちょっと岡本の上戸のところに、曲がりもしたとても気に入ったお百姓屋さんがあったんです。そこと交渉いたしまして、土地と家屋を手に入れて、その敷地内に豪華な書斎を建てました。これ書斎兼迎賓館ですね。マツコを呼ぶための家なんですよ。マツコを招待するための迎賓館、そして書斎を兼ねた豪邸でした。玄関はこのようにお堂のような石畳、そして2階に上がりますと
西の窓を開けますと、そこが梅林が見えました。天井は網代天井ですね。本当に豪華な、建物でありました。玄関は石畳ですし、書斎はこのように和室、竹をこう縦に割ってブラインドのような形になってましたね。で、ここはですね、いろんな人を呼びました。例えば、根津家、根津清太郎ご主人と、そして益子本人と妹、信子さんですね。谷崎家の純一郎と子供の愛子さん、もうだいぶ大きくなってますね。そして千代さん。この家族ぐるみの付き合いと、時々、神山総人のような映画監督、そして、小出奈良茂ですね。この建物をイメージして描かれた立空虫の中で、小出奈良茂は挿絵を描いております。この家に出入りしてるから、あのような挿絵が描けたとも言えます。さあ、この建物、実はですね、1995年、平成7年に阪神大震災で全壊してしまいました。この全壊した時に他の家と区別するために砂嵐閣という名前を付けましたが、どうしてこの名前になったかというのはまた時間のある時にお話しいたします。この日、いつもより早くブルドーザーで撤回に来まして、慌てて飛んでいきましたが、もうどうすることもできませんでした。私たち研究者が指をくわえて見てる間にですね、危険を顧みずに中に入って、明智千秋という研究者が扉を取ってきましたが、もちろんブルドーザーの運転手は「何すんねん、危ないやないか」って言われて、取ってきました。その扉は今、芦屋の谷崎潤一郎記念館に保存されて、見せています。見に行ってください。ああ、それにしてもやっぱり千代とはうまくいかない。マスコにあって、マスコが理想だと思えば思うほど、この千代がお荷物で仕方がないんですね。元のさやに収まったとはいうものの、この二人やっぱりしっくりいかないんですよ。で、佐藤春に譲ろうとしたのは、あれは大正10年でしたけど、それから5年後、大正15年に、10年に絶交したものを、佐藤春のお母さんのお葬式で二人は仲直りしています。そして今、昭和2年、3年、4年、5年、この時期は谷崎家にも出入りしています。で、谷崎家は聞くんですね。今でも千代のことが好きかって言いますと、昔のような激しい気持ちではないけれど、まあそれでも妹を愛するような気持ちで好きは好きだなって言います。谷崎潤一郎は、いや、もらってくれって言うんですよね。なんかほんと虫のいい話なんですけれども、それでこの話がまとまり、2人、3人は、3人連名の離婚および結婚挨拶状という、手紙を書きます。知人をはじめ知り合い、そして新聞社に送ったものですね。なんて書いてあるかというと、この度谷崎潤一郎と妻千代は別れて、妻千代は佐藤春と結婚することになりました。子供の愛子はどちらでも行き来できます。今後とも皆様よろしくお願いしますという手紙です。それをみんなに送ったものですから、新聞社がそれでびっくりして大慌てでスクープがになりました。朝日新聞と毎日新聞同時スクープなんですが、もうこの同時スクープにはちょっとしたエピソードがあるんですけども、これもまたのお楽しみにしてください。そうやってもう世界中というか日本中大騒ぎになりました。まあそれがきっかけで次の奥さん富子さんとの話もつながっていくわけですけれども、まあ10年越しの離婚問題にようやく決着をつけたわけですね。一体この先どうなるんでしょうか。一応これで第6回運命の女性マツコとの出会いを終わります。次回は先ほどちょっと言いました2番目の奥さんトミコさんの出会いと短い結婚生活、離婚の話をいたします。ご清聴ありがとうございました。